ペガサスプラスイースポで群馬を元気に、メイン MC の松本明子です。さて今週は今シーズン限りでペガサスを離れると決めた選手たち第1弾として3人の選手をたっぷりとお届けします。ペガサスプラスイースポで群馬を元気に、今日もスタートです。この番組はヤマダ電機、ホンダカーズ群馬の提供でお送りします。現在の監督からであり、いろんな方たちからですね、高山をこのまま、もうなんていうか、野球 を離れさせるというか、諦めさせるにはもったいないっていうことのですね、彼をなんとか、また大学とは違うけれど違った野球でやらせたいっていう、いろんなですね、実は彼をこう引き合わせたの、後押ししたのがいっぱいいました。しっかりしたですね、ある程度理想を残すバッティングと、守備と、まあ、決勝ラウンドか準々決勝ラウンドでも、まあ、こうツーアウトになってから貴重なタイムリー打ってですね、勝負決めた、その思い出を持つ気にはありました。本当にまだまだね、もうできればもっと野球やってペガサスでやってもらいたいなっていう思ってるのはもう私だけじゃないと思うんですけれど、本人は、まあ、この後の人生でもうこの区切りでですね、もう十分やり尽くしましたって僕には言いました。まあ、本人が話すと思いますけれど、でしっかりしたその次の目標も立てております。そういうことでですね、自分なりにこの優勝したこの年の、そしてまたやりきったと、十分やりきりましたというですね、思いで、次の人生でしっかりですね、花咲かせていただきたいと思うし、ペガサス にいたことをしっかり誇りに思って人生を過ごしていただきたいなというふうに思ってます。ご苦労様でした。ありがとうございました。今シーズン、応援ありがとうございました。僕自身今シーズンはすごい苦しんで、まあ、大変な時が多い中で、チームの状況はすごい良くて、すごい申し訳ない気持ちが、いっぱいありました。なんですけど、まあ、最後、自分で打つことができて、ある程度チームに貢献することができたかなと思います。今後については東京で仕事を探しまして、そちらでしようと考えています。まあ、この優勝っていうのは一生の財産になると思うので、この経験を生かして今後の人生頑張っていきたいと思います。応援ありがとうございました。もういっぱい思い出がありますよ。もう大東文化のまだ4年の時に、18年の時、要するに日本一になったメンバー、もちろん海外もいたし、で大東文化の練習試合で彼が5回ぐらいまで投げて打てなかったんですよ。ペガサスは勝ちましたけれど、まあギリギリ前でしたね、18年 の日本一のメンバーで、まあ、そこにお父さんもいたりおじいちゃんもいたり、しながら、もうとにかく、まあ、4年生になった青柳君が、ね、ぜひ、ね、これからもそれがなかったら来てくれということで、大東文化の、監督にも剣持さんにもお願いし、お父さんにもお願いした、もうそれが昨日のように思い出されます。ペガサスに来て1年目の15勝の最多勝の取った、まあ、そういうそれからの3年間でした。よく言えばペガサスすれば青柳君を上に上げたいなっていうふうに思ってたんですけど、なかなか、まあ、そこのスカーさんとかいろんな目でありましたけど、まだまだ野球の大きな関係ではこれから彼は続けていきます。青柳君が3年間まあ、投手陣の柱としてですね、しっかりやってきてくれたことに関しては本当に球団として感謝するし、今年の優勝にも、本当に大の貢献していただいたこと、投手リーダーとしても頑張っていただいたこと、本当に感謝します。本当にありがとう。3年間3年間お世話になりました。3年間振り返って結構あっという間だったなと思いますし、いい思いも悪い思いもたくさんして、振り返ってみたら、終わってみたら最多勝2回取れて、チームとしても最後リーグチャンピオンになれて、いい思いがたくさんできたのかなと思っています。来年以降のことは
ちょっと野球関連で話が進んでるんですけど、興味のある方は自分の SNS で多分報告すると思うので、そこを見ていただけたらなと思います。3年間本当に応援ありがとうございました。一つじゃないんや。ん？イクリューって一つじゃないよね。洗濯機見に行くんじゃないの？キッチンも新しくしたいって言ってたやろ。それに犬も飼えたらなって。うん、言った。理由は一つじゃない。なんかカッコつけてない？暮らしを幸せにする全部新しい山田。それからさ、全てが新しいニューベゼル。オープンカーのような爽快感、次世代2モーターハイブリッドシステム、大容量で自在なラゲッジスペース、アーバンスタイル登場。ベゼルはホンダカーズ群馬へ。まあ、前橋商業から立正大学行って、一旦フェレックスっていうその企業チームなのかな、それで行ってペガサスに途中から来てもらった。それで5年だったと思いますよね。まあ、最初はちょっと練習生からもすぐもう正々手になって、今でも覚えてるけれど、カルマの第一打席は、新潟の試合の魚沼球場でいきなりライトスタンドにホームラン打ったっていうのを非常に覚えてます。足の速いことは分かってたけど、それから、まあ、もう4年何ヶ月か、うまい足掛け5年、本当に19年の時にはリーグの首位打者取り、まあ、なんて言いますかね、まあ、独特な鹿沼理論というかな、もう、ブレずにですね、もう打撃のこの、彼のこの、なんて言うかな、真髄っていうかな、それを押し続けたっていうかな、もうこだわり続けてやりつけてたっていうのはすごく印象に残ってます。で、結果が出たってことがやっぱり一番大事なことだし、もう最後の最後まで、まあ、いらっしゃる皆様は特に、シナの最後の終盤戦、準決勝ラウンド、決勝ラウンドでカルマの活躍はもう皆さんご存知の通りだと、記憶に新しいと思う。もう修羅場をもうそれは回復もう何回も重ねてますから、ある程度新しい、今年入ったピッチャーがちょっと心臓バクバクしたようなですね、ちょっと本来のチームができなかった、本来の連携できなかったことを、やっぱりこの早水であり井口でありカルマが、その決めてたということはやっぱり印象であるし、それはそういう長い修羅場を組んできた産物だなというふうに思ってます。本当に5年間ご苦労様でした。本日はお集まりいただき誠にありがとうございます。5年間思い返すと本当にあっという間で、先ほど糸井会長からあった通りライトスタンドへのホームランから始まった、BC リーグ人生だったんですけども、そのライトスタンドへのホームランももう鮮明に覚えていて、外に1球外れた後にタイミング遅れてるなって思って、少し早めに取ろうって言って内側に来たまっすぐをライトスタンドに放り込んだのを今でも鮮明に覚えています。1年目のシーズンは終わってみたら1割9分ぐらいで、もうとんでもない使い物にならないぐらいの成績だったんですけど、そこからいろいろと自分で改革意識があって、3年目には首位打者を取らせていただき、ベストナインも取らせていただきました。まあ、そういう意識改革があったのも、まあ、井ノ口さんはじめ早水、本当に意識の高い選手がいてくださったので、ずっと第一線で活躍することができたのではないかなと思っています。まあ、4年目はキャプテンとしてまだコロナ禍っていうことになって、本当に厳しいシーズンで苦労したことしかなかったんですけども、まあ、今思うと牧野監督が自分をキャプテンに指名して本当に良かったと思ってるのかなってずっと思ってます。本当にそれぐらいなんか申し訳なかったなっていうシーズンでした。で、5年目、今年は、まあ、いつ辞めるかなっていうこともずっと考えてはいたんですけども、本当に自分が やらなきゃいけないことが本当にやりきれだな、 BC リーグでもやり残したことがないなと思えたので、ある日ベッドに寝転がった時に今年野球辞めても後悔はないという感情が湧いてきたので、まあ、チームの優勝は関係なく今年でということで決めてました。本当にこのチームに入っていなければこんなにも成績を残すことはなかったので、
本当に、糸井さんが受け入れてくださったおかげでこうやって今活躍できたっていうペガスの球団関係の皆様、また5年間で関わってくださった監督コーチまた選手、そしてファンの皆様には本当に感謝申し上げます。本当に5年間ありがとうございました。YouTube ペガサスチャンネルで公開している DJ ケチャップと素敵な仲間たち。この番組の魅力は何と言っても人。群馬県内で活躍するビジネスリーダー、オピニオンリーダーが毎回ゲストで登場します。事業のこと、自分自身のこと、地域を見据える情熱などなど、惜しげもなく思いを聞かせてくれるヒューマントークプログラム。スポーツ MC の DJ ケチャップさんが進行役です。歯に衣着せぬ物言いでズバリとインタビュー。笑いあり感動ありの DJ ケチャップと素敵な仲間たち。群馬から世界へ配信。それぞれの人柄が垣間見られるトーク番組となっています。申し遅れました、私アシスタントのフリーアナウンサー久林澄子です。 DJ ケチャップと素敵な仲間たち、 YouTube でお会いしましょう。今週もいかがだったでしょうか。対談する選手のセカンドキャリアがより素晴らしいものになるよう、これからも応援していきましょう。来週は第2弾をお届けします。また見てね。この番組はヤマダ電機、ホンダカーズ群馬の提供でお送りしました。